ついにね、ゲット購入することができました。ずっと欲しくて探していたガチャ、ジャンプ降臨カプセル1。やべえ、めっちゃもう興奮する。パシフィックリーム。全部で5種類。第2弾なんだけど、この第2弾にはね、レザーバックインの、そして俺が一番欲しい、今回のナンバーワンの狙いのナイフヘッド。ナイフヘッドのダメージバージョンがいるので、絶対に出したいと思う。で、全部で5種ということで、5個ね、やって、まあ、とりあえずナイフヘッドが出たら勝ち。あ、レザーバックも欲しいけど、ナイフヘッドがナンバーワンで欲しいので、はあ、緊張するな、頼むぞ。一発目でゲットして安心したい。まあ、ジプシーデンジャーとかも欲しいんだけどさ、やっぱりナイフヘッドがね、どうしても欲しいんだよね。待って、切り目っていうかさ、どっから切り、あ、ここだね。ミシン目あって、切れるところが、いいよっす。みんな願ってくれ一発。もうなんか最近さ、みんな知ってると思うんだけど、俺すげえ運が悪いからさ、妄想、うん、ジプシーデンジャーだ。一発目から外した。やべえ。まあ、とりあえず紙見るか。ザンと。うわぁ、国内初フィギュア化。ありがとうございます。全5種、1回400円で。うわぁ。いやもう紙も紙だよね。ほんとカプセル、9じゃないけど、これ1のさ、カプセルシリーズ、この海洋堂の。ありがとうございます。紙もありがとうございます。あとね、このクリムゾン台風もかっこいいよね。うん、この腕がたくさんあって、このさ赤いボディたまらんと。で、雇用手単語、しかしだ、こっちがメインディッシュなんだけど、レザーバックね、すげえかっこいいさ、重量感あふれるボディじゃん。デケート、もうゴーワンマスボディ、そしてね、ザンホホホホホめっちゃかっこよくない？ナイフヘッドのダメージバージョン、96m、2700トン。うわー、欲しい、マジで。もうこれがほんと出てくれるか。まあ、5個もあるから出るでしょと思うじゃん。いや、わかんないんだ。俺最近すごい運悪いからさ。まあまあ、とにかくね、一発目のさ、ジプシーデンジャー見ましょうか。やっぱ海洋堂だからクオリティだけかっこいい。やべえな、もうテーマソング聞こえてくるね。テーマソングすげえかっこいいよね。パシフィックリムのさ、来ました。ジプシーデンジャー。おー、素晴らしいな、この出来。見て、この造形。うわぁ、ジプシーデンジャー。降臨伝説。ありがとうございます。ジプシーデンジャー。足を取り付け。で、手を、めっちゃかっこいいんすけど。マジでか。もう想像以上に、紙で見るよりも、100倍くらいかっこいいんだけど。いや、かっこいいな。つうかね、重量感が思いのほかあるね。実際組み立てて見て持ってみると、フィギュアがしっかりしているっていうか、かっこいいね。ほんと、マジで。もうかっこいいの一言。かっこいいとしか言いようないよ、これ。他に形容する言葉が見つからねえ。だってかっこいいんだもん、これ。すげえ。ジプシーレンジャー、イカスじゃねえか。よしよし。これはね、まあ波に乗れた感はあるとは思う。ナイフヘッド、次、出すぜ。ほんとマジ頼むぞ。出てくれよ。もう2回目にして出て。はぁ、緊張感パネっつうかね。あ、そうか、モニター越しで見てるから見えねえんだわ。肉眼で見れば一発でね。あ、まあ、これの横って覚えておこう。多分同じだよね。多分ね。ミシン目ね。何この切れ、もう何このさ、ね、神業じゃない？逆にこんなさ、切れ方すんのすげえよな。イラッときたわ、今。よし、頼むぞ。気を取り直して。ナイフヘッドダメージバージョン、トゥトゥルトゥ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 。見た？みんな見た？ありがとうございます。よっしゃ、やっば、くしもうやった。これで運の悪さちょっともう突破したかもしんない。ナイフヘッドダメージバージョン、うわ、これ最後に組み立ててみようか。これ最後にしよう。一番のね、メインディッシュは最後に見て締めよう。あれで締めよう。やった、来た。開け方ミスってちょっとイラッときてたのに、なんかすげえ嬉しい。いやー、やっぱ悪いことの後にはいいことがあるね。ありがとうございます。そして、お、ジプシーデンジャー2体目だね。もう何出てもいい。あ、でもレザーバック欲しいね。レザーバック出したい。希望としては、まあナイフヘッド、ナイフヘッドでもいいんだけど、レザーバック、ナイフヘッド、もう1体っていうね。やった、ナイフヘッド来た。これほんと飾りたかったんだよね。もうフィギュアコレクションに絶対加えたかったの、これ。よし、ナイフヘッド来た。嬉しい、やった。あとはもう安心して開けれるからいいね。もう狙いのが来てくれると、あとは安心して。ジプシーデンジャーなんかすごいね。いや、お前はもういいんだけど。おい、やっぱね、運が悪いな。あんまここまで被んなくていいよね。ジプシーデンジャー好きなの被ってほしいんだけどな、ナイフヘッドと。まあそんな感じで最後の1個になりやしたと。
ナイフヘッド来るかな。やべえな。まあレザーバックでもいいんだよね。レザーバックかナイフヘッド、どっちか来てほしいな。いやー、でもまあ一体来てるからね、ナイフヘッド。ジプシーデンジャー、これかぶりすぎじゃないか。もっとね、もっとばらけて入れてほしいよね。ジプシーデンジャーはまあそこもうこれです。あ、でもね、これミスった時って結構流れがいいような気がするんだけど、ミスってからの狙いのが来るという奇跡になる。これレベルマックスじゃない、これ。おお、コヨーテ単語だね。いやー、ジミーじゃねえ、なんか。こいつすげえジミーだよね。いや、かっこいいんだけど、メカデザイン的にはかっこいい。なんかジミーなんだよね。ジミーちゃん。あの、ジプシーデンジャー見た後だ、あの、ジプシーはすげえかっこいいんだよね。ジプシーデンジャーはマジでかっこいいんだけど、なんかジミーなんだよな、こいつ。コヨーテ単語。ま、いや、もちろんね、かっこいいんだよ。かっこいいんだけど、なんか、ジミーだよね。まあ、ここまでは正直ね、正直、まあ、どうでもいいって言っちゃあれなんだけど、まあ、そこまで狙いではなかったやつね。もう絶対にコレクションに加えたかったのがさ、いやー、レザーバッグも欲しいから次回やってくれ。あの、ある場所分かったから、あそこの店すげー海洋堂のね、ガチャたくさんあって、なんか見たことないやつもたくさんあったんだよね。もうあそこに行けばちょっと遠いんだけど、あるということが分かったので、次回ね。狙い、あの、かぶりを狙いつつ、レザーバッグを、うわ、やって、これ、ほんとにね、ほんとに欲しかったの。ナイフヘッドのダメージバージョン。うわー、すげー、もうたまらんね。もう怪獣大好きなポックンからさ、やべ、もう、ポックン興奮倍。大興奮倍。ポックン大興奮、や、何このデザイン。このさ、あの、デザインだよね。怪獣のデザインのかっこよさ。まあ、ロボもさ、かっこいいんだけど、この映画のすごく俺的に好きなところ、怪獣もかっこいいんだよね。怪獣の荒ぶる感じ、海でさ、あの荒ぶる感じ。あれがもう大興奮だったな。めっちゃ、やべえ、ナイフヘッドたまらんわ。ついにゲットコールにできました、ドビュッシー。うーわ。かっこいい。ついに。やっぱさ、あの、いや、みんなもわかると思うんだけどさ、ガチャ大好きな人なら、自分の狙いのさ、やつ、こう自分で回してね、ハラハラしながら出して、狙いの来た時のカウントとか、やばいね。うわー、コレクションだもん、一緒の相棒、一緒の相棒っすわ。あとは、このね、腕と、このデザインですよ。見て、このかっこよさ。かっこいいと同時に、おぞましい爪。それと同時に、かわいいんだよね。めっちゃかわいくない？素晴らしいね。いや、かっちょいい。じゃあ、つける？つけちゃう？ナイフヘッド。ナイフヘッドドビュッシー。うーわ、もう。いや、マジたまんねえ、これ。いや、ほんとこれ、絵描きたい。マジで。すげえ絵描きて。たまらんくない？この怪獣のデザイン。もう考えて、もうデザイナーさん、天才だと思うね、これ。いや、かっちょいいな、これ。もう、このナイフヘッドのデザイン、ね、あの、手掛けた人、天才だと思う、俺、これ。すごくない？このデザイン。最後に、いきます。ドビュッシー、完成です、皆様。ちょっと待って、これ苦しいんですけど、胸が。いいフィギュアを見た時のこの胸の苦しみ、たまらんね。ザンと氷、ナイフヘッド、ダメージバージョンである。もう言うことないわ、すげえかっけえ。なにこれ？あの、ダメージ受けてるのがいいんだよね。ここ見て、こう出ている。体液が出ている。うわあ、すげえ。めちゃめちゃかっこいいんすけど。もうデザインがほんと何回も言っちゃうけど、神中の神中の神だと思ってたよ、この怪獣。ナイフヘッド。俺ゴジラよりも好きなんだよね。ゴジラよりもナイフヘッドの方が好きで、このデザインめっちゃかっこよくない？やべ、泣きそう。ありがとうございます。ほんと完璧だよね、このデザインね。めっちゃかっこよくない？いやあ、素晴らしいデザインの怪獣だ。これもっとでかい。もっとでかいのあんのかな？フィギュア、ナイフヘッドの。欲しいよね。まあ、ガチャ、このサイズのさ、フィギュアも好きなんだけど、これはもうちょっとでかいのも欲しいかも。めったかっけ。めっためったかっこいい。もう笑けてくるもんね。かっこよすぎて。後ろから見てもこの迫力だもんな。すげえな。ありがとうございます。来てくれて本当にありがとう。ナイフヘッドダメージバージョン。ということでね、また次回、レザーバックで。お会いしましょう。最後は、もうこれ本当に最後、ごめんね、ちょっと長くなっちゃって。もうじっくり見たくて、ナイフヘッド。最後はね、この、真正面バイバイである。すげえ！迫力器！やばくねえか、これ。うーわ。もうこれ、こんなもん目の前にいたら、もう 0.3 秒で同意出したら、絶対タイマン強いもん。これ、人間サイズでもタイマン強えよな、こんな化け物な。マジで。これは勝てるわ。かっこよすぎ、これ、本当に。いや、造形美。
このフィギュアの造形美、もうジュルリモンですね。いやー、今日のプロテインはうまいわ。もう今日のプロテインも最高にうまいわ。ナイフヘッドを見ながら飲むプロテイン、ありがとうございます。来てくれて本当にありがとう。一生の宝物。